原田圭介は、日本の政治家。大分県日田市長。日田市立月熊小学校。日田市立東部中学校卒業。1977年3月、東海大学附属第五高等学校卒業。1994年、日田市で、同志出身の畜子哲也を学長に据えた、市民大学、自由の森大学が開校する。 原田は開校した年の4月から1996年3月まで自由の森大学の実行委員長を同年4月から2003年5月までは事務局長を務めた。2003年7月13日に行われた北市長選挙に出馬するも現職の大石明中に僅差で敗れる。2007年の北市長選挙には出馬せず新人の佐藤陽一の応援に回る。 佐藤と田本分かち、2011年7月10日に行われた日田市長選挙に出馬。現職の佐藤を破り初当選を果たした。8月5日、市長に就任。2015年、2期目の当選。2019年7月の市長選挙には、原田のほか、元厚生省職員のクレの道子ら2候補が出馬したが、僅差で参戦を果たした。ありがとうございます。